パンチ。寄り道していく。あれ、この着信音って。おい、みずき。ああ、ごめん。うん、僕の携帯だよね。どうせ姉さんだろうけど。ああ、やっぱりそうだ。たく、姉さんだら。はずきさん、なんだって。かわいい私の弟よ。今すぐお姉ちゃんに以下のものを献上せよ。だってさ、もう僕にお使いを頼むつもりみたい。ははは、仲良しだな。で、何を欲しがっているんだ。ジュース、ポテチ、ケバブ、漫画、ゲームって、まるで朝日みたいだよ。そっか、なるほど。葉月さん、今は俺と同じニートか。仲間を見つけたとか思ってるんでしょう。ああ、その通りだ。間違ってないけどさ。もう父さんや母さんがいたら絶対に怒られてるよ。瑞希の親御さん、こっちに来てないのか。それは。瑞希、僕も二十歳だし、姉さんのことは任せてもらってるんだ。それに退院したてって言っても見ての通り、あんなに元気だしさ。そうだよな、ケバブ食べたがるなんて。それじゃあちょっと付き合ってもらってもいいかな。姉さんのわがまま聞いてあげないと。ああ、もちろん。とりあえず中央通りの本気法廷でも行くか。妄想球っち、一丁入っとくっち。それじゃあちょっと買ってくるね。すぐ戻ってくるから待っててよ。あ、瑞希。はあ、お待たせ。おお、なかなかに買い込んだな。まったく、退院したばっかりなのにこんなものばかり食べてたら体に悪影響だよ。だけど全部買ってあげたんだな。姉さんのわがままだからね。あれ、またメールみたい。もうまた姉さんだよ。なんだか気が変わったんだって。気が変わった。親愛なる弟よ。やはり麻雀黙示録カゴメではなく国士無双の虎だ。だってさ、これ姉さんが好きな漫画ね。なんか意外だな。ギャンブルは漫画の中だけで我慢してくれるといいけど。それにしても僕の周りには自分で漫画も買えない人間が多すぎるよ。いや、俺は自分で買えるから。それだったらこれからは自分で早売りを買いに行くのかな。そこは頼む。ま、そうだよね。それじゃあ買いに行こうぜ。ここからならアニマートが近いな。何を買うっち。足りないの補充しろっち。どれかっち。それじゃあ買いに行こうか。朝日、お待たせ。ごめん、また姉さんだ。ちょっと待ってね。今度は何だって。親愛なる弟よ、ヨーグルトソースで頼むぞよ。ああ、ケバブの話か。さあ、これでお使いは最後だ。朝日、もうちょっとだけ付き合ってね。だったら裏通りのヌターケバブだな。これかショップっち、いっぱい買い込むっち。ケバブ安いよ、美味しいよ。ヨーグルトソースください。あと朝日は。じゃあ俺も同じので。うわ、うまそう。やっぱり秋葉はケバブだよな。
量も多いし、美味しいよね。だけど本当に大丈夫なのか。和月さん、病み上がりでこんなに量食って。うん、大丈夫。結局全部のわがまま聞いてあげたんだな。それじゃ、葉月さんに届けてあげようぜ。こうしてあげられるのも今だけかもしれないから、ね。パソコンショップっち、強化しておくっち。おしゃれするっち。イベントの予感っち。寄り道していくっち。あら、レイちゃん、ちょうどいいところに来たわね。どうしたんだ。さっきマリちゃんが来てね、レイちゃんのことを探していたわよ。マリか。ええ、何か大事なことを話したい様子だったな。大事なこと、だったらこっちから会いに行こうぜ。いや、いい。あいつとの話はもう終わったんだ。もう本当にいいの？だからそう言ってんだろ。アサヒちゃん、連れてってあげて。了解です。だから俺は、レイジだって気になってんだろ。マリさんが何を話したがってたのかさ。ていうか、マリさんの連絡先は知らないのか。なの？とっくに消したっつーの。だったらいそうな場所は、ほら、思い出の場所とかさ。駅前広場のマクセルシオールだ。あそこではよく待ち合わせをしたからな。分かった、行ってみよう。ここでいいのか？ああ、ここではよくモーニングを食べてたんだ。ま、モーニングって言ってもだいたい徹夜明けの朝だったけどな。管理局って大変なんだな。あの頃は俺も若かったし、がむしゃらだったからな。ほら、前にも話したろ、妄想の可視化デバイスの開発をしてたんだよ。新規事業だったし、それは俺のやりがいでもあったんだ。可視化デバイスは普通の人が妄想を見るためのものじゃない。妄想を妄想だと判断するために俺は開発をしていたんだ。そっか、だからレイジは可視化デバイスを。ま、完成には至らなかったけどな。今でも完成させたいか？いや、もう完成させる必要もなくなったからな。そっか。それじゃ次を探しに行こうぜ。ここにはいないみたいだ。あとマリさんがいそうな場所は？ジャンク通りのカレーの丸場だな。行くだけ行ってみるか。
まあ一人じゃ来ないだろうな。だけどここにもよく来てたんだろう。いつも俺の付き添いだったよ。よく食生活について怒られてたな。もっと栄養のバランス考えろとか、ソースをかけすぎるなとかさ。ソース？現実と妄想の区別がつかなくなってからさ、つい濃い味を求めちまうんだよ。いらっしゃいませ。もしよかったらお席へどうぞ。って、レイジ君？ああ、どうも。いや、久しぶりじゃないか。ちょうどさっきマリちゃんも来てたところなんだ。マリはどこへ？どこに行ったかまではちょっと。もしかしてマリちゃんを探しているのかい？まあそんなところっす。マリちゃんもレイジ君を探してたみたいだよ。そりゃあどうも。あながち間違いじゃなかったみたいだな。だとしたら次はどこだ？ UBX の隠れ秋葉原だな。たまに飲みに行ったりしてたっけ。この2階だ。へえ、初めて来たよ。ま、少しだけ大人な雰囲気の店だからな。料理も酒もうまいんだぜ。仕事に行き詰まった時はうまい飯と酒が救いだったな。仕事って可視化デバイスのことか？ああ、開発は難航したさ。なんせ初めての試みだったからな。お兄さんたち、もしかしてうちの店に用事っすか？まだ準備中なんすよね。そっか、悪かったな。そういえば、店出る時もお客さんがいたんすよね。とっても綺麗な人だったんすけど、なんか申し訳なかったっす。それじゃあ、開店の準備始めますんで。なあ、その綺麗な人って？もしかしたら、マリかもしれないな。このまま探したらきっと会えるんじゃないか。よし、もうちょっと探してみようぜ。ダメだ、どこにもいない。こんだけ探しても見つからねえんじゃ、きっと会うのは難しいだろうな。マリさんどこ行ったんだろうな。ほんと、今になってもすれ違いかよ。昔からちっとも変わらねえな。すれ違いばかりなのにどうして付き合ってたんだ？なんとなく気がつけばって感じさ。自然と付き合うことになってた。自然と？告白とかもなしでか？年を取るとさ、告白とかそういうのなくなってくんだよ。そういうもんなんだ。意見が衝突することもあったが、うまくいってたよ。俺が逃げ出すまではな。レイジ。なあ、お前の両親は仲いいか？え、俺の？まあ多分それなりに仲いいけど、実家には犬がいるんだけどさ、よく二人で散歩に行ったりしてるよ。で、そっか、レイジの両親は？ああ、離婚してるよ。俺が中学生の頃だった。俺は父親に、弟は母親に引き取られた。だけどそれが一つのきっかけだった。その時俺は思ったんだ。男女の間に永遠なんてものはないんだって。夫婦ってやつは曖昧なもんだ。紙切れ一枚でつながれた、たったそれだけの関係。だから俺は心理学を学んだ。人が人を求める、その心理を知りたくてな。人が人を求めるか。そして大学在学中に妄想管理局から声がかかったんだよ。気がつけば俺は管理局の一員になっていた。マリが入局してきたのはその後だ。皮肉なもんだよ。男女の関係を否定していた俺に
彼女ができるなんてな。好きだったんだろ。好きって何なんだろうな。やっぱり愛ってやつは曖昧だ。ゼロでも1でもない、曖昧なもんなんだ。俺の大嫌いなやつさ。そっか。さ、話はここまでだ。付き合ってくれて感謝するよ。もう探さないのか。ま、その気になりゃもう一度向こうから会いに来るだろう。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。